皆さんこんにちは。ロンリーボイスセッションケニー木村でございます。今日はですね、トークというよりはこのダイソンの掃除機、このバッテリーを交換してみようというふうに思っております。ダイソンあるあるだと思うんですけど、2年ぐらいでね、めちゃめちゃこうへたるんですよね、バッテリーが。で、あれ壊れちゃったっていうふうに思う人いっぱいいると思うんですけど、まあこれ見ていただくとですね、青の点滅がありますよね、ピンピンピンと。これもうバッテリーいっちゃってるっていうことなんですよ。ギリギリな感じで押しても何も反応しない。で、まあ機種によってですね、ちょっとタイプが違うんだと思うんですが、まあこの裏の方にですね、なんかこうこの機種が書いてあるので、アマゾンかなんかで調べると簡単にですね、正規品はやっぱり純正品は高いんですけど、中国製かなんかのですね、この似たようなやつがいくらでも出てきます。で、私はですね、いくらでも出てくるとはいえ、やっぱりすぐに止まっちゃってもなんなので、少し評価というかをですね、気にしながら、でもあまりにも高すぎる評価ついてるのもちょっと怪しいので、そこそこの評価のやつをですね、買いました。多分3000円前後だったんじゃないですか。正規品は多分6000円ぐらいするんですが、これをですね、今日は、取り替えてみたいというふうに思います。で、もう本当に、簡単みたいなので、やってみますね。まあ普通にこうゴミを捨てるときに、これバカッと、やりますけど、こんな感じで、わ、細かい粉がいっぱい落ちてきたよ。で、これをですね、この内側に赤いボタンがあります。この赤いボタンをピッと押してやると、上がスコンと抜けるんですね。で、さらに、このプラプラしているところのこの、ここにも赤いボタンがありますが、これを、よっと、ここですね。これを、これで簡単に外れます。で、一旦、3つに分解して、このプラスのドライバーで3箇所、今2になってますけど、3箇所ネジを外すということです。ですね、1つ目はこの後ろ側にあるこれですね、このネジ、こいつを外してやります。結構長いネジなので回す回数が少し多めだったりしますね。はい、こんな感じ。で、もう2箇所はこの後ろ側のですね、わかりにくいかな？この辺に1箇所、2箇所あるので、こいつを外してやります。いいよ。で、この3つのネジは基本的に同じネジなので、混ざっちゃっても大丈夫。1個取りましたと。で、もう1個取ります。はい。これで、3つネジを取りましたら、もうあとはこれをバコッと外すだけです。はい。こんな感じですね。外れました。で、こちらの新しいバッテリーを、あとはもう手順としては、逆のことをするだけですからね。よいしょ。こうはめまして、で、また3箇所ですね。ネジを戻してやりゃいいというだけでございます。簡単です。このお尻の2箇所を止めて、あとはここですね。もうネジはですね、本当に舐めないように、十分気をつけていただきたいというふうに思います。これ多分ですね、ダイソンの代理店とかに、頼むと結構なお金取られるんじゃないかな。で、ちなみになんですけども、このフィルターもこのバッテリーに付属してました。つまり新しいフィルターが付いたということですね。で、あと、その先はですね、今度はこれも、手順が、さっきと、まあ、逆になるというか、それだけの話でございますので。ここの上をきっちりですね、合わせて。はい、はまりました。で、上の部分ですね。これも、じゃはめてやって、はい。これで、OK。で、しっかり、バッテリーが元に戻ったということでございます。
おそらくですね、これを全部ダイソンさんに任せてやってもらうと結構なお値段がすると思いますので、皆さんもですね、バッテリー交換ぐらいはトライしてみてください。今日はそんなお話でございました。話してねえか。では、さよなら。